こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ウルトラエッグウィンダムです。味方の怪獣ですね。普段は小さいカプセルに入ってるんですけど、ウルトラセブンが戦えない状況の時に使ったりとか、メビウスだとマケット怪獣として登場してましたね。こういうメカメカしいデザインも珍しいですよね。では早速中身を確認していきたいと思います。はい、中身はウィンダムのエッグ本体のみです。メカの卵も面白いですね。この状態だとカラーリングはシルバーのみですね。ではエッグモードからアタックモードに変形させます。裏側に足が畳まれてますので、足を出してつま先を立てます。そして手を広げて、この首の部分から胸のパーツが開きますので、開けて中から顔を出します。おお、ウィンダムの顔似てますね。そして締めて、角部分は後ろから出します。完成、ウィンダムです。これはなかなか似てるんじゃないですか。足の横の部分のこの出っ張りはいらないかなと思いますけど、ウィンダムの雰囲気は出てますね。カラーリングは最低限ですけど、目とこの赤い部分はちゃんと塗ってあります。で、この金属っぽい感じは一応造形で再現されてますね。そして裏側はこんな感じです。可動は首とかは動かないので、まあ、手の上下と足が少し曲がるぐらいですね。足の幅は結構ありますので、ガチッと自立します。はい、ウルトラセブンと並べるとこんな感じです。こっちがウルトラヒーロー500で、こっちがウルトラエッグですね。まあ、怪獣系のウルトラエッグって割とこう全長が小さいやつが多いので、ウィンダムはそこそこ大きさがありますね。でもこうやってセブンと並べると、同じカプセル怪獣のミクラスも欲しくなりますね。ではアタックモードからエッグモードに戻します。では角を畳んで、パーツを広げて頭を収納します。そして足を倒せば、はい、終わりです。変形の仕方はグドンとほとんど一緒ですね。足の折りたたんだデザインも似てます。以上、ウルトラエッグウィンダムの紹介でした。